まだまだできるんだ、俺にはまだまだ力あるんだ、こんなもんじゃないんだ、元来の俺の力を発揮したならば、その気になったらばドカンとでかいことすぐさまでもできんの、ただ今じゃない、いつまだすぐ、いつかのため蓄えんの、どこのどいつもなぜ見くびんの、勝手に低く俺を見積もんの、なんも分かっちゃいない、なっちゃいない、もうやってらんない、チャレしないちゃもんねちゃ、めっちゃ口ん中なんだがねちゃ、不必になってきちゃっちゃ、そんなこんなで改めて慰めて、好きなだけ俺褒めて、やればできる子なの知ってるよ、本気を出した君には恐るべき力が隠されているよ、まだ本気を出していないだけ、みんなは本気出してもあんだけ、ああ楽しみだ楽しみだな、飛んだ大物に化けるかな、成功者がよく語るじゃない、下積み自慢げに話すじゃない、君にとって今がその時なんじゃない、そうじゃないきっとそうなんじゃない、パライじゃない、そうだったらヤバいじゃない、今が美談になんじゃない、今が辛いこといいんじゃない、美味しいんじゃない、私はいい女だから、高い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 、全くもって同感です、あなたのおっしゃる通りでゲスです、テステステス、マイクのテステス、俺はゲスです、クステスゲスです、君が生まれた時代が違えばこんなはずじゃなかったんだ、時代が時代だったら全く真逆の舞台立っていたんだ、男に惑わされることはない、まだ時代その界隈でも出て仕方なかったんじゃない、それ褒めてんのね、舐めてんの、バカにしてんの、舐めてほしいの、ダメダメ、そんなダメダメ言ったらもうオブラートが溶けてっちゃうよ、なわけあるかもけ、そこどけ、ほらのけ、人の顔をかぶったこのもののけ、たとえ何度まで変わったとてお主ねチャンスなんかないんじゃ、そのテストで取り合って取り早くテンポよく諦めんのがエンドセ、エンドセントなんと成功いとさらば、一つあんだがちょっといいかな、今日もどこかでその手でその身を慰めてらっしゃる子羊を、どうせだったら結ばれちゃえばどう、羊同士合体したらばどう、さすればこう世界はもうちょっと優しい色になることでしょう。